スウェースは2020年より、スズキが欧州市場で販売を行っている5人乗り小型ステーションワゴンである。トヨタ自動車から OEM 供給を受ける形となり、カローラツーリングスポーツハイブリッドのバッジエンジニアリング車種である。2017年2月、スズキはトヨタと業務提携に向けた覚書を締結。その内容の一つとして、トヨタの電動化技術や、 電動車の鈴木への供給と、鈴木の強みである小型車や小型パワートレインのトヨタへの供給があった。2019年3月、両社による協業検討内容で、欧州で2021年に導入が予定されている厳格な CO2 規制のクリアするため、トヨタによる欧州市場での鈴木への電動車 OEM 供給を発表し、 2020年7月に発表したラブ 4THV の OEM であるアクロスに続き、同年8月に資本提携に関する合意書を締結したことを受け、同年9月に発表されたのがスウェースである。なお、鈴木はその見返りとして、トヨタに対し小型車であるバレーのを、インド市場や南アフリカ市場に OEM 供給し、ビターラブレッツァーを2代目イストの欧州向け社名を、 復活させたアーバンクルーザーをインド市場にエルティガをルミオンの名で南アフリカ市場にて OEM 供給する。ありがとうございます。